はい、こう総裁選なんですけど、まあ、29日投開票らしいですね。まあ、出馬する方たちには頑張っていただきたいんですが、石破さんが出馬しないとかするとか、まあ、20人集まらなかったんでしょうけどっていう話が出てる中で、二階の野郎が、二階二 F の野郎が、石破に推薦人出してもいいととかほざいたらしいっていうニュースをね、流れてきてさ、お前ふざけてんじゃねえぞって思ってさ、どんだけ節操ないんだお前って。また幹事長に返り咲きたいのか。で、石破を首相にして、よし、俺また幹事長ってやりたいのか。ふざけんなって。まあ、事実だとしたらね。なんか、高市さんが20人を確保したっていうニュースが出てる一方で、他が推薦人集めに奔走してますってか、ああいう話も出てる中でね。実際どうなるのかっていうのはよくわかりませんが、まあ、さっき今代表も言ったんですけど、あんまりこう、パッとしたニュースが出てこないかなと。ぶっちゃけ、一番露出しているのは高市さんじゃないですか？積極的に露出してる臭いのが高市さんな気がします。でね、その高市さんに対してさ、面白いことをのたまった方がいるんだよね。誰だと思います？誰だと思います？誰だと思います？福島みずほさんなんですけどね。女性の首相なら誰でもいいわけじゃないって言ってるんですけど、お前は何なんだって。お前は何なんだって。女性首相待望してたんじゃないんかって。それもだからこう、何？夫婦選択的、夫婦別姓に反対だからとか、そんな、たった一面をさ、たった一つの切り口を持ってさ、不適格とかするさ、もうバカっぷりだよね。頭の中大丈夫かって。まあ、福島からすればさ、明らかに高市の発言はね、高市早苗の発言は、こう、あ、私の首相には合わない、こいつが首相になられるとちょっと困るっていう方の方が多いと思うんだ。で、挙句出てきたのが、その夫婦別姓を否定してるからっていうところに、なんとかこじつけてみたっていう、本当のね、意義は多分違うと思うんだよ。で、高市さんの発言の中でね、面白いのがあったの、これ言っとこうかなと思ってさ、先制攻撃できるようにするって書いてあるんだけど、先制攻撃した方が勝つって書いてあるんだけど、いや、所詮は勝つけど、それ嘘だからなって。実際問題、二次大戦の時のさ、真珠湾で日本先制攻撃したけど負けとんやないかい。もう歴史が実証しとるかって。最初の攻撃を防ぐことはできるわ。それはね、初っ端打つのがさ、核ミサイルチュドーンだったら、その一発で歴史戦争終わるかもしれないけどさ、放課後の劣等生じゃないけどさ、いきなりマテリアルバースト食らったら、そらね、出撃できなくて艦隊が消滅ってなると思うけど、でも現実的にはなんもないわけでさ、一発のさ、敵の基地に対してたかが一発のミサイル撃ったぐらいじゃ、普通戦争終わんねえんだ。残念ながら。敵の継戦能力を枯渇させないと終わんないんだよね。やっぱりそこはさ。だからこう、いや、先制攻撃能力が無駄だって言ってんじゃないんだよ。それで戦争が終わるって言ってるのがバカだなって言ってるんだけどね。もし、いや、先端開いてガチ戦争になったとしたら、一つの基地が潰されたぐらいで戦争はマジ終わんねえよ。また基地別のところに作られて、ミサイルぶっ破されるか、飛行機飛ばされるか、空母からチドーンされるか、戦略爆撃機でチドーンされるかだよ。まあ、こっちからもチドーンやるんだろうけどさ、ね。お互いに泥沼化していくのがさ、いや、だって、本当にさ、そんな短期決戦になったガチ戦争なんてないじゃん。圧倒的な国力差がある国対さ、同士の戦争だって、いい例がフォークランド紛争かな。あれだってさ、結構泥沼化したじゃん。なんだかんだ言って。あれだってさ、こう、あ、あの、イギリス、いや、イギリスとアルゼンチンだぜ。国力天と地だぞ、本当に。だけど、天と地だけど、だってアルゼンチンデフォルトすらしたことある国なんだからさ、それと大英帝国を比べてるわけだよ。で、まあ、遠かったから、大英帝国爆撃に苦慮したっていうのもあるし、当時のさ、空母戦力の航空機動艦隊のがハリアばっかだったからさ、落とされまくったっていうのもあるんだけど、それにしてもだね、それにしてもだよ。あ、そうそう、そうそうそう。国力まさに天と地なんだよ。いや、ぶっちゃけた話さ、
もう撃墜覚悟で爆撃しまくれば、しかも何こうシビリアンコントロールが変な方に傾いちゃってるから、こう何市街地に爆弾を落とせなくてうんぬんみたいな話も出てきてるけど、それもさ考えずにやればさ、もうあっつーまいしく戦争終わったよあれ。うん、それぐらい国力差あるんだけど、でもそれでもさ、たとえ先制攻撃食らったってやっぱりこう泥試合にはどうやったって、なんで1日じゃどう頑張っても終わんないん。スイッチポチッとなんやって戦争終わったら苦労しないのね。現実問題ですね。いや1戦闘は終わりよ、1戦闘は戦争は終わらないからさ、終戦条約遅まで終わらないからさ、からちょっとね高市さんの考えがねちょっとずれてることがちょっと見えたなって思った。うん、先制攻撃能力を持ちたい、持ってほしい、持つべきだっていうのは分かる。で、だけど、それを持って戦争を避けるのが目的であって、それで戦争を終わらせるのが目的じゃない。俺も撃てるんだからなっていうのが目的なんだよ、あれ。実際に撃ったらダメなのっていうのを、高市さんは再教育受けた方がいいよ。で、別に、それは首相になってから受けたっていいしさ、現実を学んでもらえればいいと思うんで、今の発言そこまでとにかく言わんけど、とりあえず、何？まあ、無事に総裁選が終わって、衆院選までなだれ込んでって言ってもらえればいいなと。で、顔として立つのが、まあ、でもね、麻生がさ、この、裏でさ、安倍さんと話し合ってさ、高市を応援するとか言いにしても出てきてさ、なんかもう混沌としてきてわけわかんねえよ、私は。私には情報の整理がわかりません。まあ、結局高市になる気がせんこともない。一旦、混乱期は女性の代表がつくっていう日本の、定石の流れになってさ、それになる気がするよ、私は。ね、みんなはどう思うだろうか。ありがとうございました。